皆さんこんにちは、武田塾の高田です。あのです。今回のテーマは冬休み勝利の過ごし方やっていきたいと思います。これからね、高1高2生メインに話そうと思うんですけど、高1高2生の子たち冬休み迎えるじゃないですか、はい、ここでもしね、この高田についてこれるなら本気の冬休みの過ごし方提案しちゃうよと、はい、そんな企画にしたいなと思います。彼女でどうですか、はい、みんなついてこれてますか？置いてきぼりですよ。置いてきぼりですか？失礼しました。本気でやりたい人は高校2年生なんか特に、高2の3学期は高3ゼロ学期だみたいな言葉もあるじゃないですか、はい、もう受験勉強始まってるんですよと、はい、1月に共通テスト本番なわけだから、そこから逆算すると受験まで1年ですよ、この1月っていうのは。なんで冬休みを絶対無駄にしてほしくない、冬休みを成功させてほしい、本気でやりたいならこのペースで進めてみなっていう、高田文宏からの挑戦状紹介したいなと思います、うん、これはぜひ受け取ってください。はい、はい、ちょっと引いてません？大丈夫ですよ。メガネなんかかけちゃって。高田先生もですよ。僕もそうだ。じゃあいきます、はい、まず冬休みにやってほしいこと、英語と数学に絞りましょう。そんな欲張っていろんな教科やらないでください、うん、まず英語からいきます、はい、単語帳、システム英単語っていう単語帳を使ってください。英単語の覚え方指定します。武田塾で紹介してる1週間で英単語を1000個覚える方法っていう動画があるんですね。それを見た上で、そのやり方で1日100個ずつ覚えてください。なんで最初の1週間目は英単語で言うと1から100、101から200、201から300、301から400で、武田塾4日間進んで2日間復習なんで、1から400の復習、1から400の復習っていうふうに5日目6日目というふうに進んでいってください、はい、で次、英単語だけじゃないよと、はい、大岩の一番初めの英文法超基礎文法編、これも今やっちゃいましょうと。でこれ飛ばす人いるんですけど、めっちゃ大事な本なんで、冬休み時間あるうちにしっかりやっといてください。武田塾の標準ペースは大岩の英文法2週間でやろうって宿題なんですね。なんですけど、冬休み本気でやる、僕についてくると言うならば倍やっちゃいましょう。1日目第0項から第6項、うん、2日目第12項まで、3日目18項まで、で4日目で25項まで、最後まで終わらせちゃってください。大岩はまあ第0項から第25項までで、要は高校で1年間習う英文法の内容が1冊にまとまってるんですよ。これをやりきっちゃおうぜっていう提案ですね。確かにこのペース結構無茶じゃないかと思いつつも、結構武田塾に通ってる子だと当たり前のようにこの冬休みそのぐらい進められるわけですよね。なのでまあこれね、ぜひ今見てる子も、いや高田先生、はい、そんな無茶言わないでと、いうことなく、これね本当現実的に可能なので、はい、ぜひね、悔しいですけどこの挑戦状受けてみてください。悔しいですよ。進めてくださいよもう、はい、大岩の英文法のポイントは、後ろにチェック問題っていう問題がついてるんですね、はい、でこのチェック問題は解けて当たり前だからなと。仮定法ってこういうのだよ、関係代名詞ってこういうのだよ、分子構文ってこうやって文作るんだよっていう風に、大岩の英文法で説明してる各テーマを説明できるまでやりましょう。今6日目までの宿題出したじゃないですか。7日目にやってほしいのが、武田塾チャンネルで出た過去の動画こちらですね。大岩の英文法卒業試験っていうのを清水先生と僕で問題出しました。大岩の英文法をちゃんと読み切った理解した人だったら解けてほしい問題っていうのを用意したんで、それを7日目にやってほしい。で大岩を1週間で征服しちゃおうぜというのが勝利の冬休みですね。これはね大勝利ですね。大勝利でしょう。これをねぜひやってほしいなと思ってます、はい、これ英語のまず1週間目の過ごし方でした、うん、で次数学いきましょう。数学は、まあ、欲張ったら基礎問題成功っていう本からやりたいんですけど、基礎問からじゃないだろみんな、そういう人が多いと思うんで、入門問題成功これやりたいと思います、うん、基礎問題成功はもちろんいい本なんですけど、最近僕も分かってきたのが、うん、基礎問題成功だとやっぱりちょっと公式を使うとかっていう問題結構少なかったりするんで、はい、数学苦手な人の1冊目としては穴ができちゃうと思うんで、入門問題成功でちゃんと基礎から固めていきましょう。おいおい入門からやらせんのかよと言ってる人いるかもしれないですけど、冬休みの2週間くださいと。入門成功の 1A、 もうあともうちょっとで終わるってとこまでいきます。なんで入門成功から黙ってやりましょうと。1日10問ペースで1週間で40問進めていきます。でこの時の進め方も要注意で、1冊を完璧にする方法って動画こちらですね。間違えた問題の復習が大事だって話してるんですよ。それを絶対守ってほしい。動画の通りのやり方でやっていくことに価値があるので、概要欄にね全部見てほしい動画載せとくんで、全部見た状態で冬休み進めてください。これがね武田塾冬休み1週間の勉強法ですよ。これね今入門成功をやっぱここで聞いても、はいはい、基礎問より前のレベルなんてやってらんねえよってこう、うんうん、いると思うんですね、はい、違うんですよ。最近の生徒見てて、うん、やっぱ分かってくるのが、入門成功を先に入れてより詳しい解説で理解した子は、はい、その後の基礎問成功を終わらせるのが全然早いんですよ。あなるほどね。基礎がその分身についてる分、基礎問成功の時早くなる。そう、大岩も同じこと言えますよね。全く同じ。大岩も飛ばそうとしちゃうんだけど、うん、やっとくとその後早くなる、うん、急がば回れ理論。そうなんです。学校とかで配られた例えばネクステとかね、やりたくなる子は多いんですね、うんうん、
でもそこで一旦ね大岩に戻ってしっかり基礎を固めるからこそ、うん、ネクステがよくわかるんです。で大岩の英文法を終わらせました。次登場する文法の本何かっていうと、はい、英文法ポラリス1、ここ入れましょう。もう演習入りましょう。文法のいいんですか。もう1週間で大岩の内容をちゃんとねマスターして卒業試験の動画も見てちゃんとクリアした人だったらば文法の問題演習入れちゃいましょう。新年からもうポラリス1で文法の演習これ入りましょうよ、うん、これね全部で5章あるんですよ。この1週間で、まあ、最低でも2章分は進めてほしいなと思ってます。なんで1日目2日目で1章分、3日目4日目で2章分、5日目6日目は1章2章の復習をそれぞれしてくれと。ポラリス1の注意点言っとくと、まあ、4択問題が多いんで、はい、もうなんとなくで選ばないこと、1問1問理由付けで答えられるようになること、これをね目標にしてほしいなと思います ね。 そうですね。やっぱりネクステとかねヴィンテージをやりたいっていう子が多いと思うんですね、うん、はい、でもここでポラリス1をしっかりと選んでください、うん、これがね高1生高2生にとってめちゃくちゃ重要なんですけど、ここでネクステとかねヴィンテージを選んでしまうとそこが終わるまでがどん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 ね後回しになっちゃうんですね。ポラリス1だったらこの1冊を短期間で仕上げられるはずなんですね、うん、問題数ページ数も少ないわけですからそれこそが大事なんですよね。そうなんです。高1高2はポラリス十分だからこのポラリス集中して終わらせましょうと、うん、そう。残り入門問題成功の2週間目ですね。40問まで終わらせたんで41から50、51から60、61から70、71から80、2週間で80問こう進めるようなカリキュラムでいきましょうと、はい、まあ、ここまでで知恵の3分の2以上は終わってる計算になるので、はい、たった2週間で知恵の主要部分は結構抑えられる、はい、かなりいい計画になります。このペースで勉強ができれば、はい、今までね全然勉強手がつけられてなかったって子も本当にね変わってくるんですよね、うん、一気に遅れをね取り戻すことができて、はい、ここから受験生になった時の難関大を目指すってなるベースが出来上がってくるんですね。間違いないですね。こう部活動とかで忙しかったりね、クリスマスや年末年始の行事で忙しかったりすると思うんですけど、うん、ちゃんと自分で勉強する時間確保してやりきれればめちゃくちゃ成長できますよと、うん、これがね僕からの挑戦状というか2週間冬休みの勝利の過ごし方でした。ただなかなかやっぱ自分一人では勉強できないって人もいると思います。今の計画聞いてよし自分できるぞって思うんだったらお家で頑張ってほしい、うん、だけど自分一人じゃなかなか難しいと思ったら武田塾の冬だけ武田使ってほしいなと思うんですよね、うん、高1高2生だけが冬だけ武田申し込めるので、うん、ぜひ冬だけ武田申し込んでもらって入会金無料で1ヶ月武田塾通うことができます。自分一人ではできなくてもそれを武田塾の先生がしっかりサポートしてくれる、だからできるようになるんだと。本当の意味で勝利したい人は冬だけ武田申し込んで管理された状態で絶対達成するっていう、うん、これが一番盤石なんじゃないかなと思います。というわけで僕のプランもね結構細かく話しました。真似してやってもらえれば伸びることは間違いないと思います。僕は責任取ります。伸びなかったら僕のところ連絡くれたらねちょっと参考書代ぐらいはちょっと払っちゃって。やめなさいよ、いっぱい来ちゃいますよ。いや本当にやってた上で伸びなかったんだなってことはもちろん確認はしますよ。その上でできなかった責任取ってもいいぐらいには思ってます。なんで絶対この冬休みね頑張ってみんなやってほしいなと思うんで、いい冬休みしましょう。というわけで勝利の冬休みの過ごし方でした。今回は以上です。はいはいはい、今年も冬だけだけだの季節がやってきましたよ。ついに今年もやってきましたか。そうなんです。あの冬だけだけだが今ならなんと1ヶ月入会金無料で受けられるんです。おお、高1高2中学生のみんなこの冬本気で1ヶ月頑張ろう。詳しくは概要欄から。